ステファン・ブラディスラブは、セルビア王国の王。初代セルビア王ステファン・ネマニッチの子。ブラディスラブによって、1234年から1236年に、かけて混流された、ミレシェバ修道院1230年に、ブルガリア皇帝、イバンアセン2世がクロコトニツァの戦いで、エピロス先制公国の先生公、テオドロス1世、コムネノスドゥカスに勝利した後、 セルビア国内の貴族の支持を失った当時のセルビア王ステファン・ラドスラブは弟のブラギスラブに助けを求める。1234年にラドスラブは敗位されブラギスラブがセルビア王に擁立される。即位後にブラギスラブはイバンアセン2世の娘ベロスラバを妻に迎えエピロス先制広告に代わってブルガリアがセルビア国内に強い影響力を有するようになり 王国東部の大部分がブルガリアの支配下に入った。セルビア大司教サバは政権の交代に賛同の意を示さず、エルサレム巡礼のために東方に旅立つが、旅路の途上でセルビアに帰国することなく、1236年にタルノボで没死した。おじサバの死によって不安定な立場に置かれたブラディスラブは、ギフイバンアセン2世にサバの遺体の引き渡しを要請する。 交渉は難航するが、最終的に遺体はセルビアに返還され、1237年に遺体はタルノボからプリーエポリエのミレシバ修道院に移された。ブラディスラブの在位中、東方のモンゴル帝国がヨーロッパ遠征を開始し、1241年にモンゴル軍はセルビアへの攻撃を行った。モンゴル軍がセルビアに侵入した期間は短かったため、セルビアの損害は、 だったがモンゴルルの侵入はブルガリアに混乱を呼び起こし1241年6月のイバンアセン2世の死によって、ブルガリアの状況はより悪化する。ブルガリアが、モンゴルの新入国となった時、ブラディスラブの辛抱も低下し、セルビア貴族は再び反抗の態度を見せ始めた。1243年にブラディスラブは、敗位され、 イボテイのステファン・ウロシュが貴族たちによって擁立される。ブラディスラブは、ステファン・ウロシュ一世より、ゼトの統治を委ねられ、彼は退位した後も、中央政府で一定の発言力を有していた。1264年にブラディスラブは没し、ミレシェバ修道院に埋葬された。ステファン・ブラディスラブは、ベロスラバとの間に3人の子を設けた。1281年の記録に残る。 セルビア国旗セルビア国旗に関する記録で現在知られている中で最も古い記述は1281年のラグーザ共和国が統治するドゥブロブニクが保管していたセルビア国旗についての記述だったその旗はステファンブラディスラブの宝物庫に置かれていたものであり記録に残る旗の色は赤と青旗には絹のような光沢があったが旗の色が どのような意味を持っていたのかは不明である。ブラディスラブの統治期間と、没年から推定すると、国旗は13世紀半ばから使用されていたと思われる。現在、セルビアでの中世の出来事を記念する祝典では、しばしば13世紀当時の国旗が使用される。ありがとうございます。